休憩できるだけじゃなく、クエストを受注することもできます。ここは工房です。武器の作成やアイテムの買い取りを行っています。でも今は調整中で入れないみたいです。この先は居住区です。特に用事はありませんね。ここはグリトニルの塔です。普段はギルドマスターや各種族の領主の会合などです。冒険に出かけますか？腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげる。遠距離攻撃は任せて。さて、俺たちの目的地はここから北東にあるダンジョンだな。早速マーカーを頼りに進んでみよう。アスナ、ALO は楽しい？うん、キリト君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーなものが本当に好きだよな。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だったんだよな。そうだよね。妖精ってキラキラしたイメージだよね。
もキリト君、そのアバター似合ってるよ。そうかな。それを言うならアスナはもともと綺麗だし、妖精のアバターすごく似合ってる。綺麗だ。キリト君。あ、もう言った本人が照れないでよ。私まで恥ずかしくなってきちゃった。でもすごく嬉しい。ありがとう。この扉を魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できない。そうみたいね。これじゃ先に進めないわ。となるとおそらくこの扉の封印を解除する仕掛けが、ここに不自然に穴が開いてるぞ。石板か何かを収めるのかしら。怪しいわね。他にも何かあるかもしれないな。この辺りを散策してみよう。わかった。みんなちょっとこれを見てくれ。何か書いてあるよ。通るの高地。あ、さっき移動してる時にこの先に農場みたいな場所があるのが見えた。きっとその農場のことを言ってるんですよ。扉を開けるヒントがあるかもしれないわね。ああ、それじゃあトールのコーチに行ってみようぜ。オッケー。はっ、任せた。任せて。了解よ。頼んだ。任せて。了解よ。
全部倒したな。いや、数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったら、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。ああ、今回は雑魚敵だったけど、これからどんどん強敵が二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。さすが生粋のゲー、しかもキリト君ってば相当前からこの、ああそうだ、そう、俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃、お兄ちゃんちょっといい？妹のすぐは、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、SAO を生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。まあ、アルブヘイムオンラインだな。通称空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう。そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人、結城アスナ。彼女とは SAO の中で出会った。様々な出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには2年以上も生き抜いたあの世界で、確かに得たものがある。そう感じていた。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは、実は天才科学者だった。歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名、七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なんだよ。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。よく知ってるね。ああ、俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。うん、そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど、12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姉の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め、和平の道へと誘うって書かれてる。 ALO ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。うーん、
やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。そんなことを考えていた。こっちは準備完了だよ。ちょっと待ってて。やっ、これなら。これで決めてやる。これでいきましょう。 よくやったわ。よし、ここのモンスターの討伐は完了した。ああ、他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。行っちゃったね。あいつら、あの様子だと結構上級。ここのフィールドに来ているパーティーだもの。腕に覚えがある奴らだと思う。もしかすると、私たちのライバルになるかも。一体どこのギルドだったんだろう。さて、私たちもクエスト進めようよ。ああ、そうだな。ここで何かヒントが見つかると。ああ、片っ端から調べてみるか。これでも食らいなさい。鍵がかかっていて開きません。人が住んでいないみたい。やっ、お、鍵があったぞ。これで建物の中に入れるわね。キリト君、早く開けてみてよ。ああ、わかった。建物の中にモンスターはいないようだな。ほら見て、あそこにあるのって石板じゃない。わ、早速見つけたか。ん、でもこれ岩の扉にあった穴よりずいぶん小さ、うん、半分くらいの大きさだと思う。ねえねえキリト君、向こうに。でかした。何かヒントが隠されてるかもしれないな。それじゃあ読んでみるわね。代々伝わる石板を割ってしまった。どうしよう。ワイバーンに一枚奪われてしまった。このことは誰にも言えない。一生秘密のまま生きるんだ。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。これで終わりみたいね。誰かがこの石板を。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。そういえばアスナっていつの間にシノンと仲良くなったんだ。
何気にシノノンって呼んでるしさ。SAO にシノノンが来てちょっと経ってからだよ。そう、その頃の私は結構塞ぎ込んでたのよ。自分の置かれた状況を受け入れられず部屋にこもるしかなかったの。そんな時アスナが私の部屋にやってきたの。いきなりシノノンって言い出すから、最初は少し鬱陶しかった。でも理不尽な状況を受け止めて戦っているアスナを見てたら、私も SAO の世界で強くならなきゃって思うようになったの。そんなことがあったのか。まあ俺もシノノンって呼んでいい？な、あんた何言ってんの？絶対嫌よ。残念だったね、キリト君。冗談なんだ。すごいな、この調子で行こうぜ。ぴったりだ。もう半分を探し出せばと。パパ、あの辺りの浮島が目的地です。ここが日記に書いてあった浮島か。キリト君、あそこ。いきなりボスのお出ましか。このモンスターを倒せばもう一つの石板。よし、みんな行くぞ。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。ほっ、てい、ずあっ、ほっ、切りました。さすがです。パパ、敵の体力が残り少しです。これでも食らいなさい。よし、クエストクリア。こんなの楽勝よ。クエストクリアできたみたいね。やりましたね、お見事です。やったね。みなさん、ああ、これで石板のかけらが揃った。この石板をはめればやっとダンジョンの中に。早速行ってみよう。ああ、そうだな。
プレイヤーがいるよ。別のパーティーもいたんだ。あれ、どこかで見たと。ん、お疲れ様。俺たちも同じクエストやってるんだ。そっちは順調か。ああ、順調さ。ワイバーンもお前たちより先に倒したぞ。俺たちだって負けないぜ。お前たちもせいぜい頑張れよ。俺たちに追いつけるとは。ずいぶん自信があるんだな。有力ギルドにでも所属しているのか。ああ、俺たちは。おい、先を急ぐぞ。ああ、お前たちまたな。なあ。自信に見合った実力がありそうだったわね。ああ、さっき農場であいつらの戦闘を見かけたけど。別に敵対する気はないけど、負けるのはやっぱり悔しいわね。そうだな。ゲームはプレイするだけで楽しいが、一番楽しいのは。まあ、気を取り直してダンジョンに向かいましょう。ああ。他のプレイヤーたちとの競い合い、これも VRMMO ならでは。再びこの感覚を味わえるようになったのは、この ALO に入ると決めたから。あの日俺は ALO へのログインを決めた。いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で SAO 事件の被害者たち。その日は俺だけでなく、アスナやスグハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね、歌姫。今日は SAO の話じゃないのか。まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね。全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺もいろいろ、あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を。へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みな。違うよ、俺はあくまで一般的な話を。でも君たちも興味を持っていたんだな。俺 ALO にログイン。その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、 SAO のサーバーをコピーした新たな世界、さらにSAO ではできなかった飛行実現、今一番熱いゲームであることは間違いない。あ、うん、そうだね。この世界に俺が興味。あ、バレちゃったら。実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘っ。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか。いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、また VR 世界に行くの。俺たちの経験は確かに辛いことが多かった。これから VR 世界がどうなっていくのか、あの SAO を継承した世界で。私も行くよ、キリト君。アスなら私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな、行こう二人とも。うん。こうして俺たちはALOの世界へと旅立つことになった。うわ！あの人たち、モンスターに襲われてる。助けてあげようよ。よし、敵がスタンした。この隙に逃げるぞ。おなんとか逃げ切れたな。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。さっきのやつ中ボスクラスだよな。そんなのにいきなり襲われたらさすがにきついよな。俺たちのパーティーだけじゃこの先のダンジョンに進むのは無理。なあ、あんたたちも力を貸してくれないか。あのモンスターダンジョンの入り口のあたりにいるから、倒さないと私たちも中に。そうだな、俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒ならこ。ああ、よろしくな。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。はっ、これで決めてやる。はい、ほっ。
何の？パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。てい回復するぜ。マナが切れたのか。パパ、敵の体力が残り少しです。順調ね。これでクリアだな。こんなの楽勝よ。クエストクリアよ。やったー、ありがとう。君たちは強いな。大したものじゃないけど。それじゃあ俺たちは一度町に戻って準備をしてからダンジョンに挑むことにするよ。またな。戻ってきたね。ああ、あとは手に入れた。やった！扉が開いた！どんなレアアイテムが眠ってるのか楽しみだね。ええ、早く入ってみましょうよ。そうだな。それじゃあ、探索開始。先に進むとボスがいるな。このまま。分かったわ。頑張ろうね。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。はい、これで決めてやる。マナが切れたんだ。てい、楽しくなってきたぜ。キリト、大丈夫？マナ濡れそう？残り体力に気をつけてください。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。てい、パパ、敵の体力が残り少しです。これにするね。これでクリアだな。こんなの楽勝よ。クエストクリアよ。やりましたね。お見事です。なんとか倒せた。やりましたね。これでクエストクリアだよ。ねえ、モンスターがドロップしたの。おお、これが噂のレアアイテムか。うわー、頑張った甲斐があったね。あと
後でみんなに自慢したらいいんじゃない？羨ましがるだろうな。さて、クエストも無事に終わったことだし、帰って休もうぜ。うん、そうだね。さすがに疲れちゃったよ。それじゃあダンジョンから出よっか。攻略を進めていくと他のフィールドも解放されていくんだよね。はい、各フィールドのボスを倒すと新たなフィールドが解放されます。楽しみだな。この調子でガンガン攻略していこう。SAO のアバターを使える仕様ではなかったが、剣士として培ってきた俺の力は ALO で復活を果たした。リーファの的確な指導もあり、俺とアスナは次第にゲームに慣れ楽しめるようになる。馴染み深い仲間たちも一人二人と集まり、 SAO の時と同じようにみんなで時間を共有できるように。また俺のナーブギアの中にはローカルに避難していたユイとストレア二人との再会に俺たちは涙ながらに喜び合った。こうして ALO にログインしてからしばらくすると、歌姫セブンの記事はますます七色博士セブン、確かに面白そうなプレイヤーだ。そしてそれから数ヶ月後の今日、待ちに待ったバージョンアップの日、新エリアが導入されたのだ。さて、外へ戻ってこれたことだし、一旦街へ戻ろうぜ。そうね、街で一息入れましょう。エギルさんたちのパーティーもクエストが終わった頃かもしれないわ。じゃあ街へ戻ってエギルさんたちと合流しようよ。シノ、なんだか楽しそうだな。それにキョロキョロしてるし、何かいいものでも見つけたのか？そんなことないわよ。ただ ALO って本当に本に書かれている妖精の国そのものみたいだ。そういえばシノは読書家だったよな。確かに本で描かれていた妖精の国に来れるなんてすごい体験だ。そう、そうなの。本当に本の中の世界に入ってしまったみたいで素敵よね。そうだよな、物語の中でしか見れなかった世界に入れるのがVRMMO の醍醐味だよな。シノンも女の子なんだな。何よ、悪い？別に少女趣味じゃないわよ。中学の時に図書室でよく本を読んでいたから、その中に妖精ものもあっただけで。悪くなんてないさ、羨ましいぐらいだよ。本で読んだ妖精のイメージと合わせて ALO で旅ができる、楽しさ倍増じゃないか。そう、それならいいけど。キリトはあまり本を読まない。ゲームとパソコンパーツの雑誌とかなら時々読むけど。そうだ、妖精の話
よかったら教えてくれないか。いいわよ。ALO に関係ないことでも、妖精のお話で面白いのがあるの。後でおすすめの本も教えるわね。さすがだね。てい。じゃあ。はっ。この調子で行きましょう。こんな。でも食らいなさい。強い。いえ。カレーというべき。キリトじゃねえか。今も。ああ、エギルたちの方が早い。いや、俺たちもさっき戻ってきたばかりだ。それな、かなり面白かったよ。あ、キリト、帰ってきてたんだ。クエストお疲れ様。相変わらずご活躍のようね。そっちのクエストはどうだったの？ちゃんとクリアして、エギルさんがすっごく頼もしかったんですよ。バトルの時に前衛で構えててくれたから攻撃しやすかったな。悪いなクライ。俺くそ。まさかエギルにいいところ持ってかれるとは。クラインの活躍はさておき、滑り出しは順調って感じだな。あ、そういえば鍛冶屋ってどこにあるの？ここにはリズの店もないし、武器を強化でき。それについては俺にちょっと心当たりがあるんだ。しばらくしたら工房に。それじゃ今日はこれで失礼するぜ。おいおい、しばらくってどれくらい待てばいいんだよ。エギルさん、私たちを工房に集めて。まあ行ってみればわかるんじゃないか。そうだね、楽しみにしとこーっと。なあみんな、まだ時間あるけどどうする？悪い、俺ちょっと風林火山の連中と約束があるんで、しばらく別行動させてもらうぜ。そうか、またなクライン。それじゃあとりあえず情報収集し、サブクエストとか受けてみたらいいんじゃない？うん、それいいね。酒場にあるクエストカウンターに行くとサブクエストを受けられるのよね。キリト君、早速行ってみようよ。